クリプトコリネは、インド、東南アジア全域、パプアニューギニア原産の里芋化水生植物であり、英名はクリプトコリンである。ロゼット型に広がる相対を持ち、葉の形、大きさは様々である。葉の大きさは、小さな種は数センチほどだが、大きな種は数十センチを超える。年に数回、独特の形の花を咲かせる。里芋科の花は、 物縁法に包まれた独特の花を咲かせるが、クリプトコリネの花はその中でも特に変わった形をしていて、種によって大きく異なる。広範囲の様々な環境に生息し、上流域の清流から下流域の寄水、湿地から川の中と墨所の幅は広い。雨季と寒季の水位差が激しい地域に住むものも多く、多くの種類は環境により水中用と水上用を切り替えて生育する。 クリプトコリン、ポンティダリーホリア、クリプトコリネ、ポンテデリーホリアの花状に伸びたパイプ状の仏前法の中に、おしべとめしべが隠れている。煙突のように上に突き出た小さな花を咲かせる。色や形は種によって大きく異なり、花を観察することによって種の同定を行う場合が多い。野生花では、本体のケトルが土や水にうずもれていても、花だけを、 シュノーケルのように高く突き出して咲かせる場合もあり、地面や水面から花が頭を覗かせる、なんとも不思議な光景を作り出す。多くの花は、細長く突き出たラッパのような形だが、クリプトコリネクリスパツラのように、線抜きのような螺旋型をした種なども存在する。参考、クリプトコリネの花画像アクアリウムにて、鑑賞目的で栽培されることが多い。欧米では、古くから、 園芸植物としても人気があるが、日本においては園芸植物としてかなりマイナーな部類であろう。日本で栽培している人のほとんどはアクアリストである。完全に沈水した状態で栽培することもできるので、アクアリウムにて栽培されることも多い。クリプトコリネの産地は熱帯魚の産地でもあり、多くの熱帯魚が好むような環境である。そのため、 コミュニティタンクや水槽水槽にてクリプトコリネを使用するケースは多い。急な環境変化を嫌い、落ち着いた環境を好む種が多いため、急激な温度変化、急に水質が変わるほどの大量の水替え、頻繁な植え替えなどは避ける。また、多くの種において、日本での越冬の際には干渉魚用のヒーターなどで保温する必要がある。アクアリウムで、 水中栽培する場合が多いが、高湿度で冬場も気温を高く保てるなら、気中での栽培も可能である。テラリウムで育てる場合もあるが、水を浅く張った水槽に植木鉢を並べ、根が水に浸かるようにした状態にて栽培することが多い。校舎の方法の方が植え替えなど管理は楽であり、コレクションを行う場合には適している。用土は水苔や赤玉土、 砂利、酸野草園芸用の土などが使われる。多くの種において日本での越冬の際にヒーターで保温する必要がある。水を浅く張った水槽の場合、干渉魚用のヒーターを使うこともできる。その他の気中栽培における保温方法はテラリウムの項でテラリウムの保温方法を参照。気中栽培においても落ち着いた環境を好み、頻繁な植え替えや、 急激な温度変化、ケージ内の水質の急変など、環境の急変を嫌う。性質は種によって異なり、栽培が容易な種もあれば困難な種もあるのだが、多くの種は、環境の急変を嫌い、落ち着いた環境を好む。頻繁な植え替えや急激な水質変化を嫌う種が多い。環境が合わないと溶けるように枯れてしまうが、根が残っていれば再生する場合が多い。 溶けるように枯れる、通称溶けと言われる現象は、一株で起きると隣接するクリプトコリネへ次々と伝播していくこともあるので、注意が必要。原産地が東南アジアの熱帯域でジャングルに生息する種が多いため、弱酸性の軟水を好む。タンニンを多く含んだブラックウォーターを好む種も多い。栽培家では株分けによる繁殖を行う。 野生のクリプトコリネを取り巻く状況はかなり悪い。絶滅しそうな種、新たに絶滅していく種が数多くある。鉱山や道路を作るため、木材を確保するため、プランテーションを作るため、様々な目的でジャングルは切り開かれ、年々その規模が小さくなっていく。鉱山や工場が川の近くにできれば水質は悪化し、 クリプトコリネを含む多くの水草は暮らせなくなる。環境が破壊、汚染されているということは、クリプトコリネに限らず、多くの生物の生活を脅かす問題である。流通している多くは栽培物であるが、野生採集のクリプトコリネも少なからず、流通しているし、その人気も一部のマニアには高い。採集圧というものは、多くの生物種において、 種の存続を脅かすものであるが、クリプトコリネも例外ではない。ジャングルの奥地から持ち出されることにより、激減に拍車をかけているというのは否めない。しかし、この手の植物は、正確な個体数調査などはされていないし、そもそも困難なため、生息数や減少率の具体的な実態はわかりがたい。クリプトコリネの種の同定は難しい。同種でも、 環境や地域差によって大きさ、葉の色、形態が大きく変化するし、葉では見分けがつきにくい種も多い。確実に種の同定を行うために花を見るという方法で種の判別が行われている。学名、クリプトコリンウェンティ、原産、スリランカ中央部及び北部上部でポピュラーな種である。色や葉の形にはいくつかのバリエーションが存在する。葉も茎も 明るい緑色でフラットな葉をしたグリーンタイプや少し茶色がかって縮れた葉をしたブラウンタイプなどがある。写真の赤茶色で縮れた葉をしている個体は欧州のトロピカファームから出荷されている系統でウェンティトロピカという種名で流通しているものである。ウェンティのブラウンタイプを原型に改良した種であると多くの図鑑や飼育書にはあるが、 生産者であるトロピカ社の HP 上での品種説明には東南アジアに分布と書いてあるものの改良種であるという旨の文はない。新しい改良種ではェンティー・グリーン月光という東南アジアで作られた改良種も流通している。Venti 系統は全般にクリプトコリネとしては小型の部類だが品種や地域差によってサイズが多少異なる場合がある。 また、環境によっては縦横にボリュームを増しようが化する場合もあるし、葉の色や形も環境により変化する。学名、クリプトコリンベキタイ、原産、スリランカ西南部比較的丈夫な種であるが、植え替えは嫌う。艶のある葉を持つ。少し茶色っぽい、縮れた葉を持つ、ペッチーというタイプも存在する。以前は、ペッチーとベッケッティは別種であると考えられていたが、 最近の分類では、少し形態が違う動詞とされる。ペッチーは、ベッケッキの賄小種であり、あまり大きくならない。この種は、約60年前から、アクアリウムホビーストたちに親しまれている、歴史の古い水草の一つである。学名、クリプトコリン・クリスパチュラ・バリエーション、バランシー、原産、タイインドシナ半島、アポノゲティ・フォリアニにと凹凸のあるテープ状の細長い、葉を持つ。 丈夫で成長が早く、環境によっては、葉の長さが1メートル近くに達する。学名、クリプトコリンウォークリー、原産、スリランカポピュラーで、東南アジアのファームでも、盛んに栽培されている。丈夫で育成は良い。ランナーを出して、子株を次々に出す。学名、クリプトコリンウンドゥラダ、原産、スリランカ上部で、ポピュラーな種の一つ。ウェンチと似ているが、 こちらは、葉の縁が縮れているし、質感も見比べると異なる。学名、クリプトコリンチリアータバリエーション。チリアータ、原産。タイ、インドネシア、マレーシア、ニューギニア40センチ近くになる大型種。明るい緑色で笹の葉のように尖った葉を持つ。寄水域にも生息する丈夫な種で、やや高度の高い水を好む。学名、クリプトコリンパルバ、原産。 スリランカ大きくなっても5センチほどにしかならない小型種。芝のように茂げるが、成長は他の似たような水草に比べ遅い。学名、クリプトコリンコルダタ、原産、タイ、マレーシア、ボルネオ美しい黄色い花を持つポピュラー種。安定した環境を用意すれば、比較的容易に育てられる。地域変異が多い種。なお、本種の改良品種に、 ロザエネルビスと呼ばれる不入りの品種があり、人気が高い。学名、クリプトコリンアルバイダ、原産、タイ南部、ミャンマー南部細長い葉を持ち、環境によって緑色から赤褐色に灰色を変化させる。美しく育てるためには明るく安定した環境が必要。学名、クリプトコリンスウェートキー、原産、スリランカ西南部紫がかった。 能力食をしている。最近は流通量が減っている種。育成は難しく、水中より気中栽培で育てた方良い。学名、クリプトコリンアポノジェティフォーリア、原産、フィリピン、ルソン島南部細長くて、ウェーブのようなシワが入った、新緑の葉を持つ。別種の水草、アポノゲトンに似た感じの葉を持つ。葉の長さは30センチ以上に達するため、 水深のある水槽での栽培が望ましい。学名、クリプトコリン、ポンティダリーフォリア、原産、スマトラ、パダン、アチェシュ明るい黄緑色をした葉を持つが、環境の変化で葉が赤みを帯びることもある。比較的、栽培が容易な種で、水上では花を咲かせやすい。幼鳥は大きいもので18センチほど。クリプトコリン、p c ズアクアリウムで楽しむ。 水槽図鑑2001年10月10日発行 B100 から121東南アジアの自生地の写真集とクリプトコリネ解説の講、PC 図 A、ウェーブナンバー292003年9月10日発行水上用で楽しむクリプトコリネディスカバリープラネットディスカバリープラネット YouTube ディスカバリープラネットインスタグラムありがとうございます